ベッタ、スプレンデンスとは鈴木メオスフロネムスカに分類される干渉魚の一種である。体長は約7.5センチメートル。すべてのヒレが自分の体格と同じかそれ以上の大きさを持っている。エラは迷宮器官と呼ばれる構造をしており、他の魚と比較してエラの内部が広がっている。そのため酸素の少ない水中でも生存することができ、干渉として ワイングラスやガラス容器に入れて飼われていることもある。体色は野生種だと灰色や緑色をしているが、干渉用に品種改良された個体は色鮮やかで多彩な色を持つ。肉食で動物性プランクトンや蚊の幼虫であるボーフラ、水性の無脊椎動物を食べる。特にボーフラは生息地である沼地や水田といった水が常に暖かくよどんでいる場所に生息しているため、 よく捕食されている。オスは、気が短く、自分の縄張りに入ってくる、他のオスを見つけると追いかけて体当たりしたり噛みつくなど、して攻撃する。繁殖期になるともっと激しくなり、鱗が剥がれたりヒレが破れることもある。繁殖は、交尾に先立って、オスが巣作りをすることから始まる。巣は、唾液と空気を混ぜ合わせた泡で作られ、これを水面に吹き出して、イカダのように浮かべる。泡は 粘り気があり、消えずに長持ちする。縄張りに、メスがやってくると、オスは、メスの周辺を行ったり来たりしながらダンスのような、求愛を行う。その後メスを、巣の下へ押しやり交尾をする。メスは数百個の卵を一回につき3から7個ずつ、産み落とし、オスは産卵の土に受精させて、巣まで口で運ぶ。産卵が終わると、オスはメスを、巣のそばから追い払う。 タイのチャオプラヤー川流域の沼地や水田といった低地に生息している。観賞魚として全世界で繁殖、飼育されている。タイでは2019年に国魚として認定された。ありがとうございます。